こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、スペシャルゲストですね、中西さんに来ていただきました。お願いします。皆さんこんにちは、中西と言います。よろしくお願いします。以前もですね、出ていただきまして。そうですね、これすごい良かったですよ。あ、そうですか。はい、好評でしたですね。あ、それはありがとうございます。はい、やっぱりこう、のんちゃんの思いがですね、伝わったかなと思っているので。あれ、1年前くらいですか。1年半ぐらい前ですかね。1年半、あ、じゃあ1年半ぶりの、はい、そうですね、出演ということで。そうなんですよ。はい、はい、でちょっと改めましてですね、ちょっと自己紹介の方、よろしいですかね。はい、はい、改めまして、中西憲嗣と申します。ニックネームはのんちゃんと呼ばれております。私は福岡県の朝倉市の出身で、今現在有限会社ウエストセンターの代表取締役として、福岡市内および近郊に6棟129戸を所有しております。でまた、その不動産賃貸業の傍ら、山梨県の南アルプス市というところで一般社団法人ワンオブハートという法人を設立して、フリースクールを、体験型フリースクール、みんなのおうちという形で昨年の3月からやってます。はい、ありがとうございます。大家さんをやりながらフリースクールを今運営しているというところで、それも1年半ぐらい前ですかね。そうですね、はい、1年半ですね。はい、どうですか、フリースクールを運営してみて。いやこれは、はい、この1年半は、はい、めちゃくちゃ、いや、掃除で言うとめちゃくちゃ楽しい、うんうん、めちゃくちゃ楽しいんですけど、うんうんうん、やっぱり不動産賃貸業をやってきた私が福岡から山梨に出てきて、うんうん、でそのフリースクールという、うん、まあ、事業を始めたんですけど、うん、まあ、こんなに不動産賃貸業とはまた勝手が違うのかといったところもたくさんあって、うん、そうですよね。いや、はい、でもそれがまあ、うん、要は今までの自分が経験してこなかったことをたくさん経験させてもらったっていう意味では本当に楽しい、密度の濃ゆい1年半でしたね。やっぱりね、その創業するって、ね、本当に苦労が多いなっていうところがあるかなと思うんですけど、ね、じゃあちょっと具体的にですね、はい、賃貸営業と普通のこういった、まあ、フリースクールもそうですけど、事業とどこら辺がこう違ってたみたいなのがありますかね。やっぱり一番大きいのは、うんうん、賃貸業の時はやっぱりもう基本自分が、まあ、一人で動いてたので、うんうんうん、自分の頭の中でだけ分かっていればいい、うん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 、そして自分の頭の中で、あ、これをやりたいなと思ったらすぐに実行できるっていったところがあったんですけども、うんうん、まあ、これが、まあ、事業というか、まあ、法人を作って、で人を雇用して、うんうん、でやっていくってなると、うんうん、自分の頭の中だけで分かっててもダメなんですよね。はいはい、それを言葉で伝えないと、はい、分かってるつもり、言ったつもりが通用しない、うんうん、これはもう大きな違いですね。うん、戸惑いましたね、初めめっちゃ、ね、本当にもう人を雇うっていうのは、いや、そうですね、本当に大変ですよね。大変ですね。うん、本当に一人でやっていれば、ね、自分がやりたいっていうところをやればよかったんですけども、うん、それを、ね、スタッフたちにどう伝えて同じようにやってもらうかっていうのが、そう、なかなか難しいですよね。そうですよね。でやっぱりその、うん、人に動いてもらおうと思ったら、うん、やっぱりその自分の思いを伝えなくちゃいけないので、うんうんうん、もうその言葉に思いを乗せて、こうだから、こうしたいからっていったところをきちんと伝えないと、やっぱ人って動いてくれないし、うんうん、それやらないと本当にすぐ人は離れていっちゃうので、だからそこの本当この1年半はもういろんな悩みもあり、苦しみもあり、眠れない夜も多々あり、涙あり、笑いあり、うん、もう人生劇場でしたね。あ、もうめっちゃわかります、ね、めちゃめちゃわかります。私ももう10年もやってますからね。やっぱりですね、そのおっしゃる通りで、もうこれをやれだと、うん、なかなか動いてくれない、うん、動いたとしても、うん、それがなんか違った方向に行っちゃったりとかするんですよね。うんうんうん、そうなので、その自分の思い、まさにこう理念っていうところをこう常にある中で、それがあるからこれをするんだよっていうところを伝えていかなければいけないっていうところですよね。そうですね。だからその本当に人と一緒に仕事をするようになって、もう自分の考えだけでは、自分の思いだけでは身動きが取れないというか、それだけではダメだっていったところに身を置いて、そこから気づいた部分とか学んだ部分ってたくさんありますね。はいはいはい。
んかすごい深いですね。深いなと思うんですけど、でそうするとやっぱり賃貸業って、割とシンプルですよね。そうですね、シンプルですね。シンプルですよね。で 人いないですもんね。そうですね。雇った人いないんで。逆にこう自分が思ったことをこれやりたいな、これいいなと思ったらすぐ行動にできるので、めっちゃやりやすい。やりやすいですよね。やりやすい。やりやすい。しかも、やっぱりちょっとこう法人とか設立してこう事業っていった形でやってみると、ちょっとこう離れたところから賃貸業も見れるようになってきて、で賃貸業って事業的な感覚で自分からやってる方ってあんまりいないじゃないですか。うん、そうですよね。だからシンプルだし、こう差別化がしやすい。そのちょっとやればすぐ差がついちゃう。はいはい、やってる大家さんとやってない大家さんと。だからそういう意味ではすごくなんかこうやりがいもあるし、思ったことをすぐ行動にできるし、いいなと思ったことはすぐ導入できるっていう、こうなんかいいな賃貸業。そうですよ、改めて思いますね。思いますね。思いますよね。思います。そうなんですよね。だから本当にもうこれやろうって思った時にすぐできるっていうところは、いいにもかかわらずやっぱりやってない方多いなって思いますよね。そうですね。なんかもったいないですね。もったいないですもんね。もったいないですね。なんかこう、不動産賃貸業業なので、もうこれもちょっとこう、事業という観点もちょっと持ってもらって、でじゃあそこの事業に自分はなんかこういう思いで取り組みたいとか、なんかこうなんで賃貸業をやってるのかとか、やっぱりそこには人が住んでるからですね。人がやっぱりどうしても介在しているので、もちろんその日頃の業務的なところとかっていうのはその管理会社さんにお願いしてっていうのはもう十分もちろんありなんですけど、なんかこう事業っていう観点を持たれるとその賃貸業も面白くなってくるでしょうし、でそれがすぐ差別化になって、でその入居率なども改善されて、すぐこう返ってくる反応としても返ってくるんじゃないかなと思いますね。そうですよね。今、物件は福岡ですよね。ですね、はい、今お住まいが山梨ですよね。はい、そう結構遠隔じゃないですか。はい、何か遠隔でなんか工夫されたりとか、なんかやってることとかってありますか。まずその物件によっては管理会社さんにお願いしてる物件もあるんですけど、あと24時間365日体制で、動いてくれる方が見つかったので、この方の存在は大きいですね。はい、すごいですね。24時間365日。そうですね。だからその、何かあって、今も山梨にいながら自主管理している物件とかで、その電話かかってきたりするんですけど、すぐその方にまた連絡すれば、その方も動いてくる。でもこの方が見つかったのもやっぱり私がその賃貸業をやるときからやっぱり人がやっぱ人に喜ばれたいっていうのがすごいあったので、なんかそういう思いでこうやってたんですよね。対に、入居者さんに対してとかっていう、ただなんかそういう、こう私の思いにこの方は共感してくれたんですよ。でどこで見つけられたんですか、その方。もともと先代、私の父がやっていた時からちょっとこうつながりがあった方だったんですけど、私の代になって、いろんなこう業者さんとのつながりとかが出てきた中で、改めてこうその方といろいろお話ししたりとか、あとこう内装工事の後のステージングとか、あとこうなんかコミュニケーションボードみたいなところに、そのこの度はご入居いただきありがとうございますみたいな手紙を置いたりとかってこうしてたら、この方もやっぱり中西さんの仕事がしたいと言っていただいて、で今ではもうなんかそういう、こう関係性ができて、だから私も山梨からでも自主管理ができている。なるほど。じゃあ今でもそのウェルカムボードみたいなとか、手紙とか置いたりとかっていうのもあ、しますね。はい、すごいですね。なんかそれ聞いてなんか安心したというか、なんか本当にこの山梨にで遠隔になっちゃうので、そういうのももうやれなくなっちゃうのかなっていうふうに思っていて、今まで結構割と入居者さんとの密な関係性を築いてたじゃないですか。そこがちょっとこう、遠隔になっちゃうから、ちょっとこう、淡白というか、ドライな関係になっちゃうのかなと思うんですけど、全然そんなことないってことですね。そうですね。管理会社にお願いしている物件でも、やっぱり年配の入居者さんとか、やっぱり普通に今でも私に電話かけてきますから、何かあれば。だからそういったところの関係性とかといったところは維持しつつ、今この山梨でその法人作って、そのフリースクールという別な事業ができているのも、やっぱり
りその賃貸業もこう思いを持ってやってたから、うん、だから今にこうつながってるのかなっていうのは思いますね。あ、そうですね。ああ素晴らしいですね。いやいやいや、だから、本当思います、うん、山梨に来て、うん、法人作ってその別事業を始めて本当改めて思うんですけど、うん、やっぱその不動産賃貸業ってもうやりがいがあるというか、うん、もういくらでもやりようがある、うん、やりようがありますね、うん、何とでも、うんうん、なので本当こうただねお任せして、うん、お金だけ入ってくればいいっていうんじゃなくて、うんうん、やっぱりこれは業なので、うん、そこに人が介在しているので、うん、やっぱこの賃貸業を通して、うん、やっぱりそこに誰かの人生にやっぱ関わってるわけですよ、うん、大家さんとして、うん、だからそこの部分をちょっとこうじゃあ自分はどういう思いで賃貸業をやろうかなってちょっと考えてもらって、うん、でその思いついたアイデアをちょっと実行してもらうだけで、うん、すぐ差別化が賃貸経営もさらに安定してくるんじゃないかなと思いますね。素晴らしいですね。やっぱ重いですよね。やっぱ そこはね、はい、やっぱりありますね。なるほど。その思いがあればもう遠隔でもできるし、うん、他の事業もやりながらでも全然できるっていうような、うんうん、そうですね。そして思い持ってやってると、うん、協力してくれる方がやっぱ出てくるんですよ。それって本当にね、例えばその管理会社の担当者の方だったりもするかもしれないですし、うん、私みたいなその何かあった時に動いてくれる方の存在だったりとか、はい、そういった方がいてくれると本当に心強いですからね、うんすごいですね。いやでも本当その思いがあれば今の事業のフリースクールの方もやっぱそこに共感して、ね、そうですね、来る方っていうのもいらっしゃるかなって。そうですね、だから思いますので、本当今こうやってお話ししててやっぱ改めて思ったんですけど、うん、私その不動産賃貸業やってて今はそのフリースクールっていう全然関係ないところをやってるような感じするんですけど、でも実はつながってて、うんその不動産賃貸業をやってる時からやっぱりその入居者さんのやっぱ人生に貢献したいっていうのがやっぱすごいあったんですよ、うんうんうん、思いがいい言葉ですよね、うん、その親業は人生貢献業、はい、人生貢献業っていうのがもう理念としてあって、はい、でそれをこうずっとやっていったその延長線上に今はその対象が前は入居者さんだったのがもっとその広がってその子どもたち、うんうん、いろんな子どもたちにの人生に貢献したいっていうところになんかだから繋がってるんですよね、うん、そうですね、うん、もうベースそこですもんね。そうですね。あ素晴らしい、ね、だからやっぱこう今このチャンネル見てある方ってもう大家さんがほとんどなんですよね、うん、そうですね、はい、賃貸業されてる大家さんに本当思いを持って、うん、思いを持ってその賃貸業やってもらえるとさらにやりがいも出てくるし、うん賃貸業も安定するしいいことづくめなんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、まとめていただいてありがとうございます。じゃあちょっと最後にその、はい、今フリースクールの方をどんな感じでやってるのかとか、はい、なんか、はい、PR するものとか、はい、ぜひお願いします、はい、今私はその山梨県の南アルプス市というところで体験型フリースクールみんなのお家というのを開校しまして、で、まあ、日中こう学校に行かない子どもたちをお預かりして、で学校の代わりに子どもたちが集う場所というのをですねやってます。で本当に子どもたち学校行けてない行かない子たちなんですけど、みんないい子たちで純粋で、本当やってみて分かったこと実感したこととして、学校っていうこうシステムがありますけど、あそこに合わない子たちがいるんですよ。ある特定の割合でそれは合わないんですよね。もう個性が強すぎて特性があって、例えばそのじっとしなさいって言われてもじっとしないんじゃなくてできない、静かにしなさいって言っても静かにしないんじゃなくてできない、忘れ物しちゃいけませんって言われても忘れ物しちゃうっていう子がいるんですよ。でもそういう子たちはちょっとそういった個性が強いっていうだけでやっぱ学校っていうところに行くとやっぱみんな同じことをしなくちゃいけない、それが求められるので、やっぱりどうしてもいろんな点で目立っちゃって先生から怒られたりとかいじめられたりとかってしちゃう。でそういう子たちが学校に行けなくなって、学校もう今はもう学校以外の選択肢ってないですもんね。なんかもう学校しかないみたいな感じじゃないですか、うんうん、日本って、うん、だからなんかそういった子たちがじゃあもう家に引きこもって、で家に引きこもってるとなんかもう悶々としてもううつうつとしてなんかもう自分なんて生まれたくなくちゃよかったとかなんか思ったりとかするじゃないですか。そんなの冗談じゃないなと思ってて、私はこう今山梨県でフリースクールやってますけど、そういったこう学校に行けない子たち、学校が合わない子たち
個性が強い子たち、そういった子たちを大丈夫、学校行かなくても社会とつなげる場所はここにあるからっていう、学校以外の選択肢として彼らが学校に行かない子たちが社会につながれる、そういった場所をもうその思いでもうメラ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 してますね。もう熱いですね。いやもう多分この話ちょっとあの振られちゃったから、これちょっと喋り出したらちょっともう1時間でも2時間でも喋っちゃいそうなんであれですけど、でも思いが伝わってきますね。いやもう思いですよ、本当に。いや本当、あの私も一度あのお邪魔しましたけども、うん、環境もすごく山梨はいいところですし、うん、あと本当子どもたちがみんな伸び伸びしてて、うん、みんな笑顔でっていうところになりますので、うんうん、ぜひですね、あのご興味あればあの概要欄にホームページの、はい、アドレス、はい、貼っておきますので、はい、ぜひお問い合わせいただければと思っております。何かあればご連絡ください、はい、ということで今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。